皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。早速よくチャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今年もやってまいりました特待研の活動でございます。また1年ぶりになってしまいましたけれども、場所はいつもの、ある場所ですね。北塩原村のある場所になっております。で今年は、7月の22でしたかね、に東北地方梅雨が明けまして、それからもう毎日のように猛暑日が続きましてね、非常にこうね、厳しい日が続いてるんですけれども、まあ今日もですね、すでに今の時刻で30度は超えてるようです。はい。で予報もやっぱり35度を超えて、まあ36、7度になるんじゃないかという猛暑日の予報が出てますんで、まああの熱中症だけにはね、気をつけて、水分を取りながら、今年も頑張ってザリガニ釣りやっていきたいと思います。はい、はい、というわけでやってまいりましたけども、こっちが大地の沼で、こっちに用水路があって、あっちの奥が第二の沼になりますね。で去年まではここに一本木があったと思ったんですけど、多分なくなってますね。ここに木があったんですけど、それがまあ日よけになってくれてはいたんですけど、はい、早速ターゲットがいましたね。内田ザリガニです。あんまり大きさは大きくないかもですけど、まあ後でちょっと餌を垂らしてみましょうか。はい、動いてます、動いてます。ザリガニがいます。ちっちゃいですけど、
というわけで午前中からちょっと12時今過ぎたところなんですけど、そっちの沼とこっちの、水路というか浅い水路でちょっと釣ってみて、まあだいたいですね、はい、こんな感じの釣果です、はい、どうでしょう、10匹くらいいるのかな。あまりこうサイズは大きくないんですけども、まあその中でも2匹くらいはそこそこ大きいのかなという感じです。はい、じゃあですね、午前の部は午前の部で、火を通して、締めていきたいと思います。はい、もらってもらえないですか、はい、いいですか、はい、よかった、もう私たちも困っちゃってこれ、ええ、はい、というわけで後日なんですけれども、今年はですね、釣ったその場で、料理して食べるっていうのをやってないと思うんですけども、まあ、ちょっとなんでやってなかったかっていうと、まあ、ちょっとこちらでやってみたいものがありまして、はい、お家で手作りレンジで簡単茶碗蒸し器と、こちらダイソーで売ってる、まあ、こういうプラスチックの容器なんですけれども、まあ、電子レンジでチンして簡単に茶碗蒸しが作れるというものなんですけど、こちらでですね、今年は茶碗蒸しを作って、そこにこうザリガニのね、具を入れて、作ってみようと思います、はい、では調理の様子をご覧ください。まず用意するものは卵が2個、まあ、本来1個で、1人前なんですけど、まあ、ちょっと量が少ないと思うんでね、卵は2個、そして、白だしです、はい、それから、まあ、具として、ザリガニの、まあ、食べられるところはここだけですけど、はい、まあ、具はお好みの量で、はい、水150ml、そしたら器にこの卵のこし器をつけて卵を入れます。こし器を外します。そしたらザリガニの具を入れましょう。
じゃあ器に蓋をして電子レンジに入れます。はい、卵2個の場合は500ワットで3分20秒が目安です。はい、これでスタートします。はい、3分20秒経ちましたけど、一応蓋を開けてみてまだちょっと緩いなっていう感じであったら、10秒単位で足してちょっと様子を見てみてください。はい、追加加熱してこんな感じです。まあこんなもんでしょうかね。はい、はい、じゃあそれでは食材に感謝していただきます。まあこんな感じで結構プルンプルンなんですけど、ちょっとまあ印象的には茶碗蒸しっていうよりは卵とじみたいな感じになってますけど、スプーンですくえば、はい、この通りプルプルーンです。はい、じゃあいただきます。熱っ熱っうん、非常に出汁が効いてて美味しいですね、これね。はい、こちらザリガニ入りです。はい。まあ結構大きめのザリガニ使ったんで、それなりに、食べるところはあるんですけど、まあエビに比べたらやっぱ食べるところは少ないんですけど、はい、これもちょっと食べてみましょうか。まあ、ザリガニ自体の旨味もあるんですけど、それに白だしが加わって非常に美味ですね。はい。はい。というわけで、とっても美味でした。はい。ごちそうさまでした。はい。というわけで、今年の特待研の活動だったわけなんですけれども、まあ、本来であればですね、平日に行きたかったんですね。というのは、やっぱりこの時期、やっぱ、避暑地なんで、夏休みのとか、お盆休みのね、この時期と被っちゃうと、人手が結構あるところなので、まあ、極力そういう人手を避けて、で、まあ、平日に行けば、まあね、まあ、一人でのんびり釣れるかなと思ってたんですけど、まあ、今年はですね、ちょっと初犯の事情で、どうしてもその日に行く羽目になってしまったわけなんですけど、それとですね、他のイベントと極力こうね、ぶつからないような日を毎年選んでたんですけど、私はちょっとね、ちょっと情報不足というか、まあ、自分のね、調査不足で、ちょうど、ウォーキングのイベントとぶつかってしまってたようで、だから、釣ってる時はですね、この池と、まあ、自分の向こう側の道路にこう人が結構ゾロゾロこう歩いてて、で、まあ、ちょっとね、いい見せ物状態だったわけなんですけど、まあちょっとそこがちょっと不本意だったかなっていう感じはするんですけど、まあ釣果としてはまあそこそこ釣れたかなとは思うんですけど、やっぱりですね、この物の大きさ自体がやっぱりちょっと小さいのが多かったんですけど、まあその時に来てた親子連れの方とかからまあ情報がありまして、まあもっと大きいところが釣れるところがあるよっていうですね、まあ、近くの川の話とかですね、してくださった方がいたんですけれども、まあ今後、まあ、来年かそれ以降はですね、そっちの川の方にも行って、でかいのちょっとね狙ってみたいなと思ったりしたんですけど、まあ、午前中ちょっと区切って、まあ午後からまた頑張ろうかなっていう時に、来られてた親子連れの方から釣ったザリガニ、もらってくれませんかと言われまして、これから、ボンを頑張ろうかなと思ったんだけど、なんかちょっと拍子抜けしちゃったなっていうか、まあ、手間が省けた、とはちょっと、言えませんけど、まあ、ね、結構な量をいただいてしまったので、まあ、ちょっとその場で拍子抜けしてしまったんですけど、だから、来年こそはね、地域で、たくさん釣ってみたいなと思います。はい。
というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンもチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。